学校によくある伝説がここにもある。いじめを行った者が呪われ失踪してしまうというものだ。それでもなおいじめは絶えることなく今でも続いている。あきちゃんがゴミ拾ってくれんのめっちゃ助かる。ありがとね。でもさ、もうちょっと早く拾ってほしいかも。早く拾ってね。なんか面白くないな。あ、あきちゃんにあん中に入ってもらおうかな。さくら、さすがにそれはやばくない？いや、舐めてんの？気のせいでしょ。あきちゃん、今日からここが君のお家だよ。あ、閉まってんのかよ。もういいわお前、何も喋んねえしよ。ねえあきちゃん、あきちゃん以外にさ、いじめがいがあるやついない？教えてくれればもうお前には手出さないからさ。ねえ、聞いてんの？早く言って。ひな。なんて？顔越しひな。ああ、あいつか。え、お前ら親友じゃないの？ずっと一緒にいるじゃんか。まあいいや、面白そうだし。顔越しちゃんかわいそうだな。親友のあきちゃんに売られたって聞いたらどんな顔するんだろうね。楽しみかわいそう。うな。じゃあね、用なしのあきちゃん、これ拾っとけよ。バイバイ。手伝ってほしいことあるんだけど、一緒に来てよ。え、来てくれるよね？うん。いいとこにアキもいるじゃん。アキも一緒に来てよ。来てくれるよね、アキちゃん？川越なら拾ってくれるよね。うん。ごめん、当たっちゃった。全部片付けてくれる？なんで私が？は？黙ってやれよ。ありがとう。やっぱ川越は優しいね。私も手伝うよ。あきちゃんは寄らなくていいの。これ取っといて。いや、それは早く。取れないの？根性なし。しょうがないよ、親友だもんね。ああ、つまんないの。なんか開いてんじゃん。やっぱこれだよ。こんな感じで入ってもらおうか。は？なにこれ？サボとめさくら。
これを受け取った者は帰る。え、ちょっとさくら待って。喧嘩でもしたんじゃないの、ボスがいなくなって。かもね。じゃあ続いてみます。赤塚。はい。石井。はい。加藤。はい。川口。はい。沢田さくら。あれ今日休みか。島崎。はい。鈴木。あれ鈴木も欠席か。ひな、早乙女も鈴木もいないなんてなんかおかしくない？いじめっ子集団全滅ってとこじゃん。先生する。でもなんか様子おかしいよ。あの子、村松？あの村松さん、さくらたちずっと休んでるけどどうかしたの？病気？実は連絡つかなくて。失踪？これ見てほしい。みんなやっほー。今夜の学校にいるんだけどさ、この前呪いの手紙が来て、なんかいじめに関わった人は呪われるってやつなんだけど、夜の倉庫に行って許してもらわなきゃいけないらしい。ってことで今から向かっていくよ。イエーイ。やば、なんか落ちてきたんだけど。怪奇現象来たなんかで遊んでんじゃない？違うよ。それでね、来たのよ。何が？鈴木のとこにも。だから何が？呪いの手紙。私のとこにも。みんなどうしよう。ただことじゃないよ。あいつらいじめてたんだし、天罰学だったんでしょ。それでいいじゃん。でも。いいわ、お前。何も喋んねえしよ。ねえ、あきちゃん。あきちゃん以外にさ、いじめがいがあるやついない？教えてくれればもうお前には手出さないからさ。ねえ、聞いてんの？早く言って。ひな。なんて？顔越しひな。あいつか。あき、どこ行くの？どうしたの？
ひな、さくらたちの夜景探してみよう。これあの倉庫じゃない？裏に何か書いてある。いじめを許さない、関わったもの全て呪いに書き、全てこの世から消す。私はそのためにここで死をもって証明する。2008年12月。さっき見つけた。やっぱり学校のあの噂は本当だったんだよ。何があったんだろう。みんな、やっほー。今夜の学校にいるんだけどさ、この前呪いの手紙が来て、なんかいじめに関わった人は呪われるってやつなんだけど、夜の倉庫に行って許してもらわなきゃいけないらしい。ってことで今から向かっていくよ。イエーイ。やば、なんか落ちてきたんだけど。怪奇現象来たー。なんか危なくない？でもこれを回避するためには夜の学校に行くしかないみたい。なんであいつらのために。私たちには関係のないことじゃん。関係あるかも。いじめに加担してたのはあいつらだよ。まあひなはさ、私たちは大丈夫だからさ。でも呪われるなんて異常だから、なんとかしなきゃ。なんであいつらのために。いいよ、私一人で行くから。あれ、来ないんじゃなかったの？あなた一人で行かせるわけにいかないでしょ。ありがとう、ひな。本当は一人怖かったんだよね。だと思った。ここの鍵って開いてるのかな。そう思って、私は先生たちが施錠した後にわざわざ開けてもらったんだから。ひな、さすが。ちょっと待って。
丈夫？大丈夫。近づいてくるんだけど。安心してヒロ、目の前で負けしたから。どうして？あれ、あざなくなってる。外でよ。さくら、私大丈夫なの？え、何が？ずっと休んでたくない？休んでないよね。え、あきちゃんとひなちゃん、駅前に美味しいカフェできたの知ってる？え、今度みんなで行かない？ねえ、いじめのことどうなっちゃったの？まるで記憶がなくなっちゃったみたい。ねえ、ともどうしたの？行くの？行かないの？行こうかな。行きます。はい。